私の名前はつぶらや霊夢。今日から私立ガチムチパラダイス高校に入学することになった女子高生です。これから始まる花の学園生活、一体どんな日々が待ち受けているのでしょう。さあ、女子高生第一歩です。友達100人できるかな？これこそまさに私が想像していた学園生活。中学の頃は話しかけても誰からも返事がなく、私一人別次元にいるような感覚でしたが、今回は必ず仲のいい友達を作るぞー。変な顔したやつ発見したんだぞ。え？あ、ごめんごめん。私思ったことを口に出しちゃう病気で、私フラン、よろしくね。なんだろ、入学早々とんでもない友達ができた気がするんだけど。え、とんでもない友達？誰？私に紹介するんだぞ。私も会ってみたいんだぞ。鏡でも見ておいで。でも友達できてよかった。私つぶらや霊夢、よろしくね。よろしくなんだぞ。あ、先生来るし、着席しないと。よーし、お前ら、席につけー。席についてまー。これからお前たちの担任になるマリサだ。よろしく頼むんだぜ。よろしくお願いしまーす。よろしくお願いします。さて、いきなりだがここでお前たちにテストをしてもらう。え、いきなりテストです。それじゃあ答案を配るから、後ろに回してくれ。なんでしょう。もしかして私、嫌われてる？霊夢、お互い頑張るんだぞ。そうだね。まあでも明らかにフランはバカそうだし、ここで学力の違いを見せつけて、私がフランより力関係上になってやります。よし、採点が終わったし、答案を返すんだぜ。ドキドキ。ちなみに今回一番良かった点数は100点、一番悪かった点は2点だ。誰かとは言わないが、もっと頑張るんだぜ。うわ、2点とかかわいそう。ぷー、お前だよバーカ。じゃあ、え、ってか言わないって言ったじゃん。すまん、うざかったからつい。さて、じゃあ残るは3人、98点、皆無。はい、ありがとうございます。あれ、あの子高校生、小学生ぐらいに見えるんだけど。確かあの子は、学力があまりに優秀すぎていきなり高校にジャンプアップした子じゃなかったかな。すごいねー、小学生なのに、相当頭いいんだ。じゃあこれからも頑張るんだぜ。はい、ありがとうございます。君すごいねー、皆無って言ったっけ？私霊夢、よろし。バカが映るだろ、気安く話しかけるんじゃねーよ、この雑魚が。あの子怖すぎるんですけどー。どんまいなんだぞ。それでは次、99点、ゆかり。はい。あれ？あの子ももしかして。ああ、あの子もジャンプアップ組なんだぞ。ほんとにすごい。ゆかり、これからも頑張るんだぜ。はい。ありがとうございます。相当緊張してる、かわいいね。皆さん、この度このクラスでお世話になることになりましたゆかりと言います。何卒これからよろしくお願いいたします。随分礼儀も正しいんだぞ。さっきのこと大違いだね。さて、それじゃあ今回一番成績が良かったやつを発表するんだぜ。ドキドキ、お前は緊張しなくていい。あれ？ちょっと待って。先生、まだフランの答案返ってきてませんよ。私忘れてないですか？なんで100点がフランってわかったんだ？え？ 100 点？ああ、今回クラスでトップはフランだ。そうか、お前フランと仲良かったのか。ならこれからフランに勉強を教えてもらえ。え？嘘？フランってそんな頭良かったの？適当に入学試験受けたからよくわからないんだぞ。あ、そうだ霊夢、今日お昼休みにサッカーやるんだぞ。絶対嫌だー。ここまでのご視聴、ありがとうございました。本編の方はお楽しみいただけましたでしょうか？もしお楽しみいただけたのでしたらこちらのチャンネル登録ボタンを押していただければ嬉しいです。スマートフォン、タブレットの方はこの動画の下にあるこのボタンをクリックしていただければ登録できます。それと、このシリーズをもっと見たいという方は、概要欄に前回の動画と再生リストを載せておきますので、よければ見てください。それでは次回もご視聴のほど、よろしくお願いいたします。